2018年の阪神タイガースでは、2018年シーズンについての阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、金本智明監督の3年目のシーズンである。2017年ドラフト会議にて、早稲田実業の清美や幸太郎への一位指名を早々に公表し、交渉権獲得を目指していたが、7球団競合の末抽選に敗れ、 交渉権獲得はならなかった。横浜 DNA ベイスターズから戦力外通告を受けていた山崎のリハルを獲得したほか、FA 宣言し DNA に移籍した大和の人的保障選手として小中正樹を獲得。新外国人選手として国立台湾体育運動大学の旅費コアをクリーブランドインディアンス参加、トリプル a のディエゴモレノ、 韓国ハンファイイーグルスのウィリン・ロサリオを獲得した。オープン戦期間中の3月には、エネオスサムライジャパンシリーズ2018に、石崎剛と大山祐介を派遣。また、榎ノ大輝とのトレードで埼玉西部ライオンズから、岡本洋介を獲得した。打線の主軸として期待され、キャンプ中の実戦やオープン戦では、校長を維持していたロサリオ、大戦。 中谷正宏らが開幕から揃って、不審を極め、打線のつながりを欠いたことから極度の得点力不足に、落ち入りチームは低迷。5月29日には、こちらも開幕から不審が続いていた、鳥谷隆の連続試合出場が1939試合で、途切れた。投手陣でも藤波、秋山匠、高橋聡文。 マテオラが不調や故障により離脱するなど前年ほどの安定感はなく、投打に制裁を欠いた。2位から最下位までが、僅差の団子状態にあったセリーグの中で、激しい順位変動を繰り返しながらも、中盤から、雨天ん中止が相次いだ影響で過密日程を余儀なくされた終盤に、かけて徐々にビリクラスに定着し、最終盤での糸井押を北条文也、 原口文人らの故障離脱が響いて10月8日には2001年以来17年振りのシーズン再開が決定した。この年は特に本拠地である甲子園球場で勝つことができず、球団史上ワーストとなるシーズン39敗を喫した。この一方で、糸原健と梅野隆太郎がレギュラーに定着、8日は直称、上田海が一時スタメン出場を続けるなど一軍に、 定着してそれぞれ自己最下の試合出場を果たし、新人の熊谷隆行く島田海里が存在感を見せた。投手陣では、小野安塩野が先発ローテーションに定着したほか、佐伯広と、も月敦氏厚志がそれぞれ先発、中継ぎとして対等。また、記録では鳥谷が、藤田平の保持する、球団歴代最多安打記録を更新。代打の切り札として、 出場を続けた原口文人がシーズン大打打23本を放ち2008年の檜山慎二郎に並ぶ球団体記録をマークした6月にはロサリオの代役としてシカゴカブスからエフレン・ナバーロを7月には松田両馬とのトレードで福岡ソフトバンクホークスから飯田優也を獲得したシーズン再開の責任を取る形で金本監督が退任 片岡厚志一軍ヘッド剣打撃コーチが打撃不振の責任を取り辞任し、また堺井晋也オーナーも辞任となった。監督の後任には二軍監督として8年ぶり16度目のウエスタンリーグ優勝、12年ぶり5度目のファーム日本一を成し遂げた矢野洋大が就任。新オーナーには藤原隆史が就任することとなった。西岡剛義、 今なり両太らが自由契約となり対談。島田海里が第2回 WBSCU-23 ワールドカップに出場する日本代表に選出され、主力選手として最多得点賞を受賞するなどチームの準優勝に貢献。岩貞雄太が2018日米野球に出場。聖パ交流戦本節では、 前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合と、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、 対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から終了までの入り対談について、記述する。7月9日からの松田での広島3、連戦中止は、平成30年7月豪雨による、影響のため9月30日の名古屋ドームの中日戦中止は、台風24号接近による、 交通機関の乱れを考慮しているき月は、規定等級回数以上の選手。ありがとうございます。